では今日のメンバーご紹介します。まずはホームの岩城です。キーパーは坂田、フォーバック佐賀、家泉、遠藤、日高、ダブルボランチは宮本とキャプテンの山下、そして右に岩渕、左に今日は鈴木翔太、ツートップは2試合ぶりに戻ってきました有馬と有田で組みます。ではアウェー福島のメンバーです。キーパーは山本、3バック幸恵、大部、堂花、そしてダブルボランチですが今日は樋口と上畑で組みます。そして右のワイドには田中が戻ってきました。左には橋本陸、シャドウのポジションに新井光、野部雄太、そして最前線にはチームトップ8ゴールを挙げています高橋純也が入ります。中盤で相手のプレスをいなしながら前に運ぼうとします。行方、樋口からここで背後、高橋が出てくる。高橋のシュート、よく防ぎました坂田。エースが立ち上がり一つ決定機を作りました。今度は岩城が敵陣に押し込みます。宮本シンプルに背後、鈴木こぼれてきた、岩渕打つ、押し込んで先制。岩城、岩渕が取りました。今シーズン8ゴール目。徐々に敵陣に押し込んでいた時間帯でボックス内、ここもシンプルにフィジカルを生かそうとしてきました。よく大部も対応しましたが、このこぼれ球のところにはスペースがありました。迷わず右足を振り抜いた岩渕、サイドネットに突き刺す素晴らしいシュートが決まりました。うまくターンをした宮本、右から鈴木が来ています。左を選択、少しもたついてゴール前、オンゴールになりました。前半から2得点、岩城リード。宮本は右と左選択肢ありましたが、左の有田で、ゴール前の鈴木に入れてきたところが少し跳ね返ってしまって、山本を防いだところに橋本がいたと。宮本、有馬を使う、残した有馬、鈴木のヘッド、思いっきりジャンプをして叩きつけていきました鈴木。新井光、高橋、ワンツーでもう一度新井光へというボールでした。サイドを変えて幸恵、折り返す、1点返しました。延べで返した福島2対1。前半残り時間が少なくなってきたところで1点を返しました福島。ここで幸恵がフリーになってました。よくここも中央で延べが詰めてシュートに行きました。宮本から有馬、つないできた有田、今日も決めました有田。後半立ち上がり、ホームの岩城追加点。有馬から鈴木の後ろを抜けて有田、角度はなかったんですが打ち抜いてきました。有田が2試合連続ゴール。佐賀、谷村、ファーに出す、折り返して佐賀のボレー、オスマン枠は捉えてました。これパスカット山下、杉山、逆で佐賀が呼んでいる、佐賀だ、折り返す、強い岩城4点目。吉澤決めて J 初ゴール。
ついて中を見てました。粘る杉山、日高、山下、間で受ける。最後まで攻め続けました強い岩城。今シーズン3度目の福島ダービー4対1、快勝して首位キープ。4対1